皆さんこんにちは、ターバラチャンネルのターです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、視聴者様の方からですね、ぜひね、この品種も夏剪定見せてくださいとね、ご意見があったんでね、シュラブローズの四季咲きとですね、シュラブローズの繰り返し咲き、まあ、あとですね、繊細なバラのね、3品種の方をですね、まあ、夏剪定を行っていきたいかなというふうに思います。タワバラチャンネルでは以前ね、夏剪定の動画の方バシッとね配信しているので、詳しくはね、そちらの方ご視聴していただけるとですね、非常にね、夏剪定のことはよくわかると思うんですけども、今回はですね、品種に絞ってね、夏剪定の方バシッとね行っていきたいと思います。それでは順番にね、夏剪定を行っていきたいと思います。こちらの品種はですね、まあ、大人気品種ですね、レイニーブルーになりますね。今ね、樹高が1メートル50センチ、60センチぐらいですかね。まあ、このようにですね、アーチにね、仕立てているといった感じでね。まあ、一番上がですね、まあ、これぐらいの高さなんですけど、まあ、このアーチがですね、まあ、2メートル弱あるんでね。まあ、枝をね、伸ばしたいのであれば、夏剪定はね、行わずにですね、枝の方をね、伸ばしていただければよろしいかなというふうに思いますね。というのはですね、お花を咲かせている間はですね、まあ、枝の成長っていうのはね、まあ、止まってしまうので、まあ、その分ね、枝の長さが足りなくなるといったことでね、まあ、枝をね、伸ばしたいのであれば、まあ、夏剪定はね、行わずに、まあ、成長の方をね、促した方がよろしいかなというふうにね、思いますね。で、こちらのね、レイニーブルーもですね、まあ、視聴者様からね、まあ、夏剪定どういった感じで、まあ、切ればいいんですかといったね、まあ、リクエストがあったんで、まあ、今回ね、こちらのレイニーブルーね、夏剪定を行っていきたいと思いますね。こちらのね、レイニーブルーはですね、まあ、シュラブローズになりますね。咲き方はね、繰り返し咲きなんで、まあ、四季咲きではないのでね、まあ、間違いなくね、まあ、咲いてくれるというね、まあ、保証はないんですけども、まあ、今回ね、行う、まあ、夏剪定でね、まあ、バシッとね、咲いてくれるんじゃないかなといったね、感じに思ってるんで、早速ね、夏剪定始めていきたいと思います。枝のね、説明しますけど、こちらのシュートですね、こちらはね、ベーサルシュートでね、株元から元気な枝が出てきたんですけど、まあ、ベーサルシュートと。で、こちらのね、枝もベーサルシュートで、まあ、計ね、2本ベーサルシュートがね、ありますね。で、まあね、ひたすらひたすらベーサルシュートの方は伸ばしてきて、今ね、1メートル20センチぐらいですかね、まあ、ここがね、一番上なんですけど、で、あとですね、こういった感じでね、まあ、花枝もですね、まあ、たくさん上がってきてますね。これなんてね、今ね、つぼみがついてるんでね、まあ、このままにしておけばね、当然お花の方咲いてくるんですけどね、まあ、しかしながらね、こちらのレイニーブルーもね、バシッと咲き揃えたいので、まあ、残す枝はですね、すべてハサミを入れるといったことはね、まあ、変わりないかなというふうに思いますね。ではね、こちらの花枝からね、剪定していこうかなというふうに思うんですけども、まあ、こちらの枝がですね、まあ、誘引してありますよね。昨年のね、冬に誘引したんですね。ここで剪定してるんで、まあ、お花がね、春に咲いたので花子剪定を行ったと。まあ、本来ならね、ここから芽の方が伸びてこないといけないんですけど、まあ、この芽はですね、まあ、枯れてますね。で、この下ですね、この下もですね、芽の方が枯れてるんですよね。そうなってくるとこの下ですよね、この下の芽がね、生きてるのでずーっと伸びてきたと。っていうことはですね、まあ、ここよりもね、上の部分というのはもう芽の方が枯れているのでね、まあ、いつまで経ってもね、こういった状態なんですよね。まあ、なんで不要なのでね、剪定しますね。じゃあ切りますね。まあ、今ね、麻ひももう取れてしまったんですけどね、またね、この枝しっかりね、アーチの方にね、留めつけておかないといけないといった感じになりましたけど、で、この花枝ですね、ツーッとね、伸びてきて、で、もう少しでね、まあ、つぼみをつけるかなといった感じなんですけども、まあ、こういったね、シュラブローズの、まあ、繰り返し咲きだったりね、帰り咲きをですね、まあ、夏剪定咲かすのであればですね、まあ、とにかくね、弱剪定ですね、浅く剪定と。まあ、この場合ですと、こちらの葉っぱが5枚間なので、この上で剪定するんですけども、まだまだね、枝の方が柔らかいのでですね、こちらはソフトピンチで大丈夫ですね。こんな感じでね。そうするとですね、ここからね、ずーっとまた枝が伸びてきて、つぼみをつけると。いったね、感じになると思います。こういったね、シュラブローズの繰り返し咲きだったりね、返り咲きの品種っていうのは、まあ、ブッシュローズのね、夏剪定ですと、まあ、3分の1上を剪定といった感じでね、まあ、説明しましたけど、
風格ね切り戻した分枝の方をですね、伸ばそうとするんですよね、反発してね。なんでね10月中旬ぐらいにね、開花合わせようと思ってもですね、枝を伸ばす方向にね栄養を使ってしまうんで、なかなかつぼみをつけることができないと。なんでこういった感じでね、弱剪定してあげればねよろしいかなと思いますね。はい、続きましてこちらねベーサルシュートですね。ベーサルシュートでもお花を咲かせようかなというふうに思うんで、今ですね一番上がねここなんですけど、もうね芽の方が伸びてますね、ぷくっとしてますね。しかしながらね残す枝っていうのは全てハサミを入れるといったことなので、すぐね下の芽の位置でいいですね。なんでねここですね、葉っぱの枚数はですね、3枚葉なんですけども、深く切るよりかはですねこの位置でね剪定しておいた方がお花は咲いてくるんじゃないかなというふうに思いますね。でこちらの枝はですね若干硬くてねソフトピンチできないんで、剪定バサミの方を使おうと思います。はい、それでは切りますね。はい、そうするとですねここからまた枝の方がねツーッと伸びてきてつぼみをつけるといった感じですかね。こちらのねレイニーブルーはですねお花の大きさがね小中輪といったことで、中輪をね目安に考えてもらうんですけども、中輪のねお花を咲かせるために必要なね枝の太さっていうのは割り箸の先ぐらいのね枝の太さが必要と。なんでねこちらのベーサルシュートですと割り箸の先よりかね全然太いので問題ないと。でこのね剪定した位置もですね若干細いですけどね、割り箸の先ぐらいはあるんでね、大丈夫かなというふうに思いますね。でこの枝なんですけど、この枝自体がですね、あんまりね枝の方が太くでなくてですね、ちょうどねこの辺りがですね割り箸の先ぐらいのね枝の太さなので、ここでね剪定の方しようと思います。で切ります。でねこの剪定した部分というのはですね、大体20センチぐらいあるんですけども、ツル性のね強いシュラブローズなどで、ここからですねまた20センチぐらいツーッと伸びてつぼみをつけるのかなというふうに思うんでね、うまくねつぼみの方をつけてほしいですね。できればね弱剪定したかったんですけども、なんせね枝の方が細いといったことでね、割り箸の先ぐらいのね太さのところまで切り戻したといったことですね。このようにですねシュラブローズの繰り返し咲き返り咲きのね品種に関しては弱剪定といったことですかね。お花の大きさはね小中輪なので、割り箸のね先ぐらいの太さがね最低でも必要といったことをね、目安に行っていただければねバシッと咲いてくるんじゃないかなというふうに思いますね。であとですねこのねベーサルシュートですね、枝をね伸ばすために今はですねまっすぐずっとね仕立ててあるんですけども、このね麻ひもをほどいてですね、こちらのレイニーブルーはですね枝の方が若干しなやかなんでね、ある程度ですねこう S 字をね作ってあげる感じで、こちらのねベーサルシュートを誘引してあげるとですね、もっともっとね花枝が上がってくるかもしれないので、ベーサルシュートでねお花を咲かせる場合はそういった仕立て方をね行ってもらうとよろしいかなというふうに思いますね。はい、夏剪定がね終わりましたね。縛り直しの方もねバシッと終わりました。こういった感じでですね、やはりね弱剪定といったことなんでね、あまりね樹高の方は変わってないですね。もともとねこれぐらいまであったんですけど、若干ね切り戻したぐらいなんでね、5センチぐらいですかね。でベーサルシュートの方もですねアーチにねしっかり縛りましたね。このようにですねここで S 字を作ってね、蝶が優勢の性質で、このようにね花枝が上がってきてくれると花数も増えるかなと。あとですね麻ひもはね枝が動かないようにですね、しっかり縛った方がいいですね。枝がですねブランブラン動いてしまうとね花数が落ちるんでね、必ずねしっかり縛るといったことがね、ポイントになるんじゃないかなといった感じですかね。これでですね、レイニーブルーのね、夏剪定終わりましたけど、繰り返し咲きなのでね、秋バラねどういった感じで咲いてくれるか、咲かないかもしれませんけどね、ぜひねレイニーブルーの夏剪定見せてくださいってことだったんでね、今回切りましたけども、弱剪定でですね、剪定することによって、お花の方がね咲いてくると思いますけどね、10月中旬がですね非常に楽しみだなというふうにね思います。それではねレイニーブルーの夏剪定終わりたいと思います。はい、それではねこちらの品種はですねダフネになりますね。ロサオリエンティスのダフネになります。こちらもですね視聴者様にですね、ダフネはねどういった感じで夏剪定するのですかと、リクエストがあったのでね、
今回バシッと行っていきたいと思いますけど、こちらのねダフネはですね15号鉢のオベリスク仕立てにねしてますね。まあこういった感じでですねオベリスクの上の方までね、まあ、枝が伸びていると、まあ、樹勢耐病性がですね非常に強い品種でね、まあ、初心者様にもねおすすめできる、まあ、ダフネかなというふうに思いますけどね。四季咲きのねシュラブローズになりますね。まあ、なんでねこういった感じでねつぼみの方も、まあ、繰り返しね何度も上がってくるといった感じでね、まあ、このままにしておけばですねバシッと咲きそうですけどね、まあ、秋にね咲き揃えたいんで夏剪定の方を行っていきたいと思いますけど、シュラブローズの四季咲きはですね先ほどのレイニーブルーよりかはですね、まあ、深くね剪定しても大丈夫かなというふうに思いますね。まあ、特にこちらのねダフネは樹勢も強いですからね、まあ、そこら辺は安心できるかなというふうに思います。でこのようにねオベリスクに誘引している状態でこちらの枝はですね昨年のね冬に誘引して春にねこちらのね枝が伸びてきたと、でツーッとね伸びてきてここにね剪定した箇所があるんですけど、春のねお花が終わった後にここでね剪定したと、でツーッとね伸びてきてこういったね状態になってますね。またあそこでね剪定しているので、まあ、つぼみをつけたんでしょうね。で剪定した箇所からねまた枝の方が伸びてきているといったね状態になりますね。でこちらはですねエシュラブのね四季咲きなので、まあ、大体ねこの花枝の3分の1ですね上をねカットしてあげればよろしいかなというふうに思いますね。3分の1と言いますとですね、まあ、大体このあたりですかね。まあ、こちらね7枚葉ですね、まあ、葉っぱ虫に少しね食べられてますけど、このね7枚葉の上で剪定しようと思います。はい、それではね切りますね。はい、そうするとですねこの剪定した箇所からですねまたツーッと伸びてきてお花がね咲くといった感じですね。でこのようにね枝がやはりねブラブラしていると花つきがね悪くなってしまうので、剪定が終わったらですねオベリスクの方にねしっかり麻紐で縛るといったことがね、まあ、大事かなというふうに思いますね。でこちらのね枝ですね、この枝はね昨年冬に誘引した枝ですね。で春にねこの枝がツーッと伸びてきたといったことで、まあ、こちらの枝がね花枝になりますね。でこちらでねソフトピンチしてますね、まあ、つぼみをつけたんでしょうね。ソフトピンチすることによってまたね芽の方が伸びていると。なんでねこの花枝の3分の1上をね剪定するといった感じですかね。まあ、大体ねこれぐらいの長さが3分の1なんですけど、まあ、ちょうどね葉っぱがないんですけどここにねいい芽がありますね。こちらの枝はですね、まあ、割り箸の先よりもね、まあ、全然太いかなと。こちらのねダフネは中輪のお花を咲かせるので、まあ、最低でもね割り箸の先よりもね太い枝が必要といったことで、まあ、こちらでね剪定しようと思います。はい、それではね切りますね。葉っぱの付け根からね5ミリから1センチ上を水平に切るといった感じですね。でこういった枝もですねブランブランしているんでねオベリスクの方に縛るんですけども、まあ枝がですねまあ硬くてね縛りにくいといったことなんで、まあ緩くてもねいいんでしっかりね枝の方は縛ってあげるといいですね。まあこの状態にしておくのは非常にまずいので麻紐でね少し吊ってあげる感じでもね全然違うと思いますね。なのでねシュラブローズの四季咲きに関してはですね、まあ、伸びたね花枝の3分の1上をね剪定して、でオベリスクの方にですねしっかり麻紐で縛っていくといったね感じになりますね。はい、夏剪定ね終わりましたね。バシッとね剪定してですね枝の方もね麻紐でオベリスクにね縛りましたね。まあどうしてもですねオベリスクよりね上の方に枝の方ね伸びてしまってますけど、まあ秋バラはですね、まあこういった感じでね、まあ咲かせて、で冬の強剪定の時にですね、まあもう少しね、樹高の方は低くしていきたいかなと。まあこの夏剪定のね、時期に枝の方をね、まああまり低くしてしまうとですね、まあバラの方がね、ストレス感じてしまうといけないんでね、まあ夏剪定に関してはですね、まあ、花枝の3分の1上をね、カットといった感じで、まあ、あとはね麻紐で、まあ、枝の方をね誘引して、まあ、縛ってですね、まあ、ある程度ね見栄えの良い感じにねできたんじゃないかなというふうに思いますね。でこちらのね枝なんですけど、今年ね出たベーサルシュートなんですよね。まあ、ここで分岐してますけど、
まあ、こういったねベーサルシュートもですね、まあ、秋バラのねタイミングで咲かせてもね何の問題もないのでね、まあ、このようにね麻紐でしっかりねオベリスクの方に縛ったと。まあ、ベーサルシュートはですねお花の方をたくさんつけてくれるんでね、まあ、正面側の方にね枝の方を誘引しましたね。まあ、そうすることによってね、まあ、見栄えもよろしいかなというふうにね思いまして、手前側の方にねベーサルシュートの方は誘引したといった感じですかね。まあ、とにかくですね枝がね動かないようにしっかりね麻紐で縛るってことがね、まあ、非常に大事かなというふうに思うのと、まあ、あとね内目外目はですね、まあ、特に気にすることなくですね、まあ、ダフネはね中輪のお花なんで、まあ、割り箸の先ぐらいのところでね、まあ、切り戻してあげるとバシッと咲いてくるんじゃないかなというふうに思いますね。これで秋バラねバシッと咲いてくれると思うんでね非常に楽しみですね。それじゃね次の品種いきたいと思います。はい、続きましてねこちらの品種はですね川本バラ園のねガブリエルになりますね。川本バラ園のね代表人気品種になりますけど、まあ、皆さんねたくさんの方が育てられていると思いますけどね、まあ、こちらの品種はですねハイブリッドティーローズのね四季咲きになるので、まあ、夏剪定バシッとね行うことで間違いなくね秋バラは咲いてくると思います。まあ、しかしながらですねこちらの品種はですね、まあ、若干ね繊細なバラといったことでね、まあ、この夏剪定でですね、まあ、あまりね深く切り戻してしまうと、まあ、弱ってしまうね可能性があるといったことでね、まあ、こういったね繊細な品種に関しては弱剪定でね夏剪定の方を行うとよろしいかなというふうに思いますね。でこちらのねガブリエルはですねお花が中輪なので、まあダフネ同様ね割り箸の先ぐらいのね枝の太さが必要といったことですね。で樹形をですね、まあ、見てもらうとですね、まあ、若干アンバランスなんですよね。左側の方がね枝がぐーんと伸びてる感じでね、まあ、こちらの枝はですねベーサルシュートなんですよね。まあ、この枝なんですけどね、まあ、そこで分岐してますよね。ベーサルシュートなんですけど両方とも、まあ、ソフトピンチをね繰り返したことによって、まあ、ベーサルシュートの方もね分岐していると、まあ、花数はね、まあ、増えていくかなといったね感じになってますね。本来のね夏剪定でしたら、まあ、3分の1上をね剪定といったことなんで、まあ、大体ねこれぐらいの高さがね3分の1なんですけど、まあ、基本でしたらねこれぐらいのね高さで、まあ、剪定するんですけども、まあ、なんせね繊細なバラといったことなので、まあ、弱剪定を行うと、まあ、このようにねつぼみつけてくれてますけどね、まあ、もったいないですけど秋バラね咲き揃わせるためにね、まあ、剪定していくと、まあ、弱剪定になるのでね、まあ、ここでもいいですし、まあ、この下ですねこの下でもいいんですけど、まあ、葉っぱの枚数はですね、まあ、ちょうどねこちらは5枚葉ですし、まあ、こちらもね5枚葉なんで、まあ、5枚葉以上のね上で剪定という、まあ、基準はね、まあ、満たしているかなといったことですね。で葉っぱのね方向に枝は伸びるんでね、まあ、そこら辺も少し気にしてあげるとよろしいかなというふうに思いますね。まあ、この枝はですねこちらで剪定しようかなというふうに思います。枝の方がですねまだ柔らかいんでねソフトピンチで大丈夫ですね。剪定バサミを使わなくてもね大丈夫ですね。爪でねキュッつまんでもらって上にピンと引っ張る感じですかね。これでですねここからねまた枝の方がツーツー伸びて咲くといった感じですね。まあ、こちらもそうですね枝がねまだ柔らかいんでソフトピンチでいけそうですね。まあ、こちらのね葉っぱがですね7枚葉なんでこちらの上でねソフトピンチします。爪でねつまんでもらってピンと、でここからねまた枝が伸びて咲くといった感じですね。でこのようにね今樹形はですね非常にアンバランスなんですけども、まあ、こちらのね右側の枝の高さに合わせるとですね、まあ、左側のねこちら側の枝っていうのはかなりね剪定しないといけないんですよね。まあ、こういった繊細なバラはですねそこまで剪定してしまうと、まあ、弱ってしまう可能性もあるんでね、まあ、この秋バラはですね、まあ、樹形は悪いですけども、まあ、お花をね咲かせるために、まあ、弱剪定と、まあ、樹形をね整えるのであればね、まあ、冬のね強剪定の時に樹形は整えてあげればいいので、まあ、今回のねこの秋バラはですね、まあ、少し樹形が悪いですけども、まあ、この形でねお花の方を咲かせていくといった感じですね。まあ、このようにねつぼみついてますけど、まあ、もったいないですけどね剪定しますね。指でつまんでピンといった感じですかね。でお花をね咲かせる枝に関してはですね
すべてね、剪定をするといったことなんで、葉っぱのね、付け根5ミリから1センチ上を水平に切ると。で、こちらのね、枝なんですけど、まああまりね、いい芽がないんですよね。まあこの葉っぱは5枚葉なんですけど、まあ一番上ですからね。で、こちらもまあ5枚葉なんですけど、まあこの辺りがですね、枝が若干細くてですね、まあ、割り箸の先よりもね、細いんですよね。なんでね、もう少し切り戻すと。で、こちらはですね、7枚葉なんですけど、まあよく見るとですね、芽の方がね、枯れてますよね。黒く茶色くなってるんで、まあこの芽はね、伸びてこないと。となりますとですね、この下ですね。この下はね、ポチッとね、芽が見えますよね。こちらでね、剪定しようと思いますね。こちらは7枚葉の外芽になりますね。この上で切ります。はい、切ります。それではね、どんどん剪定していきたいと思います。はい、那須剪定がね、終わりましたね。こういった感じになりましたけど、剪定前に比べるとですね、まあそこまでね、やはり樹高の方はね、低くなってませんね。まあ弱剪定なのでね、まあこういった感じになりましたけども、まあこちらのね、ガブリエルはですね、8号鉢でね、まあ育ててますけどね、まあこのね、左側の枝がですね、やはりね、すごく伸びているので、まあ風のね影響を非常に受けやすいと思うんでね、まあ支柱を立ててですね、まあ、この枝はね麻紐で縛っておこうかなというふうに思いますね。台風対策もね兼ねてですね、まあ大事なねベーサルシュートになるので、まあ、バシッと縛っておきたいかなともね思いますね。で今回ねこちらのガブリエル夏剪定しましたけど、まあこの品種はですね早咲き品種になるので、まあ剪定時期としてはですねまだね10日ぐらい早いんですけど、まあ視聴者様の方からね、まあせっかくリクエストあったのでね、今回こちらのガブリエル夏剪定しましたけど、まあ間違いなくね、我が家で一番最初にね、咲くのがこちらのね、ガブリエルになるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ早咲き品種にもね、関わらず早めに剪定したことと、あとね、浅めに剪定することによって、お花も咲くのもね、早くなるのでね、まあ間違いなくこちらのガブリエルがね、秋バラ、トップバッターになるんじゃないかなというふうにね考えてますけど、まあ非常にね秋バラ開花がね楽しみだなといった感じでね、まあまだまだね我が家夏剪定ね行う品種あるのでね、またねリクエストありましたらねコメントの方だったりね、まあインスタだったり、まあツイッター、まあ、あとはねオープンチャットの方も始まったんでね、まあそちらの方にチャットしてもらうのもね全然構わないんでね、まあ皆様のねお役に立てるようバシッとね、夏剪定の方も頑張っていきたいかなというふうに思いますね。それではね、今回は、視聴者様のね、リクエストにですね、まあお答えするといった感じでね、夏剪定の方を行いました。まあ少しでもね、参考になればなというふうに思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。